冒頭あの2人挨拶をしましたけども、党員サポーター今年もですね、日本の中で有数の党員サポーターということで、まずは県民の皆さんにお礼を申し上げたいと思います。また隣に仙台市長おられますけども、3つの補選全部勝って、そして静岡も勝ちました。まあ大串仙台院長の功績大学になりますので、県連を挙げてですね、お礼を言ったところでございます。まずは議題として衆議院選挙、これはまあいつあるかわからない。岸田氏はですね、このね、国会の中で何としても解散を目論んでおられたようでありますが、どうも今のところそれは少し先に行くのかなというような状況ですが、私たちはそういうものに矛先をすることなく、着々と準備を進めていく、政権交代の準備を進めていくということで、ピクニックのさまざまな立憲民主党の組織の拡大状況、あるいは後援会の拡大状況、国政報告の状況について報告をしたところでございます。これが1点目。2点目、参議院選挙候補者選考委員会、委員長の方から選考委員会を6月6日に開いて、正式に、次選の方、ここを事務局レベルでですね、ずっと約3ヶ月にわたって調整をしてきましたが、正式にご辞退をなさりたいということで、その話があって、それを了承いたしました。そして、今後じゃあどうするかと。で、この方という方がおられますので、その方を中心にまた連合佐賀ともですね、密接な、協議をしながら、できるだけ早く候補者を選定していきたいと思います。それから今日はちょっと長引いたのは政策案件についてですね、さまざまな県内の政策案件がございまして、そのことについてちょっとまず大串代議士の方からいくつかお話をしていただきたいと思います。政策の関係で一つは冒頭の挨拶で言いましたけど、有明海再生に関して漁業の皆さんが苦渋の決断をされたわけですけれども、私たちの政府の話し合いの中でいわゆる100億円の基金というものが、実はしっかり確保されているのではないというのが明らかになってきています。この間農水大臣が来た時も、農水大臣はいわゆる100億円の基金、この件に関して重く受け止めているというだけの発言でした。確保されているのではないということはよく分かりました。そこで皆さんにも議論を周知したのは、ポイントは8月末の、概算要求の予算要求を農水省が、財務省に対してするときにちゃんと100億円の基金の予算要求をするのかどうか、ここが一つの課題。もう一つは、そこでもし金額を示したときに事項要求とかですね、言葉だけ要求するような形になった場合には、年末にきちんと100億円の金額を、政府案の中で確保できるか、ここは鍵だと思われるんです。私は非常に怪しいと思っています。今の与党推奨のスタンスを見ると怪しいと思いますので、本当に佐賀県の漁協の漁民の皆さんの声に損になっているか、ここはしっかり私たちとしても見ていくという話をしました。これは一点。もう一点が、農協理事会の皆さんにここで今の論点になっているのが、佐賀県の農地中間管理機構という農業の農地の集約を行う機関ですね、農地の貸し手と借り手両方から、料金手数料を取るというような方針が示されて、これに関して、農協委員会の方々からはちょっと柏田さんを農家に強いることになるのではないかという声が出てきています。ポイントとして解決策としては、県の組織たる農地中間管理機構の予算を、この国の法律で作られているもので、国がちゃんと予算措置をするということが一番重要なことなので、そういう点も含めてこれからよくウォッチしていきましょうという話をしたと思います。どうしますか。そうですね、私の方からはその他のことについてお話をしたいと思います。まずですね、都市の方から緊急移送道路、これが外れ
で進展がないということで提案がありました。それから、私の方から、マイナス検証ですね、全体の 6% しか保有率がないにもかかわらず、これについて、いよいよこのマイナ保険証を使わない、ところについては自由診療、保険診療ができないんじゃないかという医療機関の皆さんからの大変な不安の声が来ています。自由診療といえばですね、ここにいらっしゃる記者の皆さんも病院にかかるときに10割負担ですね、全負担をする形になるわけで、まあ、本当に国のやり方があるんですね、どんなにひどいかということを正してくれというお話がございました。でこれにも関連するんですが、あさって新型インフルエンザと政府行動計画というものを、閣議決定すると言われています。その委員はですね、35人中過半数も見ていない、しかも19万人もの、パブコメがあったにもかかわらず、全く黒塗り黒塗り、中身を開示せずにですね、決定しようとしている。この間、さらに開示関係に、まあ、東京でもそうですけれども、例の新型コロナワクチンの被害と思われる方々のもう悲鳴に似た陳情を受けます。ちょうど1ヶ月前は、佐賀県の太良町で町議会議員さん3人を中心にですね、被害者の方々との会がございました。で深刻な状況をですね、国においてもきっちりと詰めていきたいというふうに思っています。また、遺産に立っている大口代議士がお話しされた通りでして、私たち漁民ネットワークの皆さんとも話をしました。今の100億円の基金もそうですし、開門をもう何が何でも避けると。もうとてもじゃない、調査もですね、そこを逃してやってるんで、有明海の環境が良くなったって嘘吹いてるようですけど、それは自分らのその妖精、アサリ界の妖精を放流してですね、しばらく生きてるっていう、そのだけですから、放流すればそこに妖精がいるのは当たり前ですね。地って子飼いにもならずに死んでるんです。妖精、子飼い、それから大人の飼いになるわけですけど、大人の飼いになって初めて売り物になるわけですからね。妖精が生きられないような海ということをですね、私たちは取り戻したい、そういうふうに考えています。県内インボイスやいろんなことでですね、さまざまな不安の声がさらにさらに高まっています。それから、宮城の方からはこの西鉄がですね、運転手不足で、路線を廃止せざるを得ない、まあ、地域の足が奪われるんで何とかしてくれと、これ2024年問題というか、働き方改革でですね、もう圧倒的人員不足ということで、そのことについても話し合いました。私の方からは以上です。はい、それではただいまからご質問を受けたいと思いますけれども、ご質問の方は一つお願いします。その時の名前と社の社名をお願いします。そうですね、まあ、今回、ちょっと予想しない事態ということになったので、まあ、残念でありますけども、早急に詰めていきたいと思います。結構精力的に選考委員会もご努力をしていただいていたわけです。残念です。まあ、それは選考委員会がどう判断するかですね。よろしいですか。はい、他にございませんか。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。私もです。
先ほど、有明海の問題のことをおっしゃったんですけれども、そのこれはなんか具体的にこうその、海峡の良くなったっていうのが違うんじゃないかっていうような話とかは、何かこう具体的にこう佐賀県の多分県民主権利として、なんかこう、申し入れとか、調査申し入れとか、国会で追及してます。あ、国会で、はい、それに対してはその納得の答えはない。納得の答えどころか、データがないわけです。何をもって海峡があっていう裏付けを持ってきました。それは稚貝を放流したということです。要請ですね。それと農水大臣に早くまた佐賀に来て原告団、弁護団と の海峡を持ってくださいというのは強く申し上げます。これまで秋口に農水大臣が変わったときには通常は秋の国会が始まる前にどの大臣も来てました。ところが今回の場合は秋に新しい大臣がなって、宮下大臣途中で交代しちゃったという状況がありますが、未だに来ていない。この間は研究施設を取り上げて原告団弁護団とありませんでしたね。原告団弁護団とは事務的に訓練であったというのが6月ですね。大臣が原告団弁護団と会うということが私は進展の調査と思っていますので、早く会ってください。これも強く私に伺います。あと今のブリーフの中で申し上げませんでしたけど、佐賀県と僕ら県内選出の国会議員と個別に提案を受けて議論をしております。これクロストなんで県連の皆さんにはお話をします。それから10市の市長さんからも私も牛田議士も出席して、提案活動意見交換会をいたしました。提案書については皆さんお持ちだと思いますので、それに対して私たち県選出の国会議員とか立憲民主党の国会議員の方から答えをしたところであります。よろしいですか。はい、他にございませんか。暑い中ご苦労さんですか。よろしいでしょうか。はい、こちらでありがとうございます。お疲れ様です。